こんにちは、韓国ウィーカーチュニワテヒです。はい、今日は結婚作詞離婚作曲シーズン3最終話のレビューをしたいと思います。はい、終わったね。いやー、もう終わったけどさ、まあシーズン4あるなっていう終わり方やったよね。そうやな。だから私、皆さんの方が先に多分16話見てて、前回 の15話レビューの時のコメント、もうすっごいもうみんな書いてくださって、もうシーズン4ある終わり方やろ、どんなんやろうと思ってめっちゃ。で、まあその配信した日は私もちょっと疲れて、寝てしまってたから、見られへんかって。はいはい。で、朝起きたら、LINE でテヒさんが、これもシーズン4あるわみたいな感じだったから。なんか言ってたっけ。そう、書いてたから、そうなんやと思ってめっちゃ楽しみにして見たんですよ。もうコメント様々で、シーズン4あるわとか、もうシーズン4もこのままやったらやってほしいっていう方もあれば、もうなんやこれみたいな感じで、もうむちゃくちゃやみたいな感じになっててね。で、私ずっと15話ぐらいまで、もうシーズン3でこんなもん締めたらええやんってずっと言ってたよね。私はあれ欲しい、絶対やって欲しいっていう。テヒさんはいや、シーズン4あった方がいいんちゃうかって言ってたんだけども、今回ね、私ね、結婚作詞離婚作曲のシーズン1、シーズン2、シーズン3の中でどの話が一番面白かったですかって言ったら、この最終話が一番面白かって、この48本の中で。そう、そうなんよ。あのね、不覚にも感動して泣いてしまって、それさっき聞いて何の話でって思ってしまってたんやけど。そう、いや、だからソバンがさ、これがな、お父さんになるっていう気持ちなんやって言って、シウ姉さんが妊娠したことをさ、イタリア料理店で聞かされてさ、あの時にな、わ、よかったなと思って、シウ姉さんにとってもよかったし、ほんでソバンにとってもよかったし、でソバンがまたさ、あの時に、まあ言ったらしお姉さんもう50過ぎてるから、もう産めるかどうかわからんけどっていうことを心配するやん、無事で赤ちゃん生まれるかどうかって言ったら、もうそばんがな、いや、もう子供の力信じて、もうそんなことを口に出さずに、胎児であってももう赤ちゃんなんやからっていうのにさ、もうさ、好きになりそうだった。好きになりそうだったよ。もうあんだけハンバーグやブサイクやとかさ、棒読みやとかめちゃめちゃ悪口言うてたのにさ。そうね、彼はなんかね、なかなか深い人間だなって思う。しお姉さんがさ、リンっていうさ、詩を読んでたやんか。はい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 、はい、あの時もその詩にすごいさ、こう感銘を受けてたりしたから、やっぱりね、二人ともこう奥深い人間だねと思う。そうやな、ずっとさ、もう50のおちゃんとおばちゃんがイチャイチャするの見たらよとボロカス言うてたのに、ここへ来てあの二人のね、もうどうか本当にしお姉さん元気な子を産んでほしいなって、なんか分からんけど心から願って、やっぱり二人のさ、真実の愛にさ、やっぱりこうちょっとこう感動してしまったんじゃない、これまでのさ関係でも。そう、そう、皆さんからしたら、チュニさん何言うてはんの、今までボロッカス言うてたのって思ってるかもしれんけど、でもあのシーンはちょっとね、私感動してホロッとした。いいシーンやったね。確かに私もなんかな、これな、もう気がついたら最後やって、もうぶわって食い入るように見ててさ、いつもやったらあと なんか何分とか一時停止しようとか、トイレ行くとか水飲むとかってする間もなく、うもう気がついたらあと何分どんだけ経ったかとか全くわからんぐらい、ダダダダダダダって見終わってたわ。そうなんよ。だから不覚にもおもろかった、実は。私は、皆さんはむちゃくちゃやないかとか、多分今から私ら話していくことに、それどうなってんねんって思うと思うんですけども、ね、まあ、忙しかったけども、14話ぐらいからさ、もうカットっていうかシーンがパン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 って変わりすぎてさ、もうついていかれへんぐらい、そう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 、もう目まぐるしくいったから、もうあれも向こうのなんかからくりというか仕組みなんかわからんけど、めっちゃ忙しかったもん。そう、ほんでな、もうずっと、もうほんまに15話まで、ほんまこの制作側な、監督から何からセンスない、こんなカオスのドラマにしてな、もうシーズン1とシーズン2はリアリティや、まあ院長のお化けが出てきたにせよ、まああれはちょっとしたこうなんかナンセンスのお笑いかなぐらいで思ってたのに、もうシーズン3ぐちゃぐちゃにしとるやないかって怒っててんけど、
いいかも。ちょっとこれね、あのね、あの、ゆりさんのコメントで、とっちらかりすぎですっていうコメントがあったんだけど。そう、一言な。そう、で、その時に私ちょっと思ったのが、言ったらさ、こう人間っていろいろ慣れてくるやん。もうこれ、とっちらかりすぎるどころか、私らもしかしたら、ゴミ屋敷に住んでるのって思うぐらい、なんていうの、もう散らかってることに全くなんていうかな。気づいてないかもしれん。そう、気づいてないっていうか、もう心地よくなってるっていうか、慣れてるかもしれん。まあ、中毒になってもうだっていうかさ。いや、だってもうダリルさんとかもおかしいもん。ドラマは終わっていいけども、このレビューは終わってほしくないから。ドラマありきのレビューですよっていう感じなので、うん、そうね、もう本当に嬉しい声をただいただいて、ね、本当にもうね、うん、面白いですとか爆笑ですとか、うん、それもこれもね、全部ね、教授のおかげやで、全部教授のおかげで面白かったわ。だから、うんうん、そうやね、そう、テキさんと、まあ、どういう順番で話すってさっき言ってたんやけど、もう今回はもう教授早々と、そうそう、終わらせよう、教授コーナーで始めようか言って、はい、じゃあ教授、今週の教授コーナーを始めたいと思うんですけど、彼はね、期待裏切らへん裏切らなさすぎて、ま、いや一瞬ちょっぴりもしやガビンとってちょっと心配したんよ、うん、はい、これあんだけ言うといて、うん、いや違う、私でもね一回自分らのレビュー見直した時に私もだいぶ前の方で言ってる、言ってる、これなガビンと教授ワンチャンあるちゃうかみたいなこと言うとって、言ってた言ってた、でまあもう一回別れたけど、うん、もうシム姉さんも言ったらドンマももう幸せになっとるし、今後も二人くっついて幸せになればいいって思ったから、うん、これくっついてもうたら思んないと逆にね思ったけど、うんうん、やっぱりガビンさんはね、うん、一度裏切った人はまた裏切るって言うから、また傷つけるのも嫌やから、うん、もうやめときましょう言っても教授その上でもうやらなくてかっこいいみたいなやってたよね。でもやっぱり自分でも言ってたやん、利用してしまったみたいなこと言ってたやん、ガビンが、あ、まあ自分がそのドンマに振られたこと立ち直るとこからな、うんうん、そうなんよ。そう、ほんでまたさ、その後もちょっともうおもろかったやん、もう家でさ、もう寝苦しいからもうなんか、わ、こいつも振られたしな、一人やしな、もう寂しいの、どこで紛らわしていいかわからへんからな、寝苦しなっとんのんやと思ったら、エアコンやって、あれもう夏なってるんやろな、そう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 、ほんでエアコンバーってやってんけど、壊れてて、あー私は電池ないんかな思うね、最初リモコンの壊れとんねんやんか、リモコンじゃなくてな、クーラーが壊れててんな、もう夏にクーラーつけへんかったらもう最悪やで、ほんまっていうかもうな、教授はもう今回シーズン3あの部屋の中でもだい苦しむだけやったよ、もうずっとあのオフィステルでな、そう、口歪んで、はい、なあ、シウンに捨てられ、ガビンに捨てられ、子供たちにも捨てられ、そう、もうあっこでずーっともうさ、もう苦汁をさ、苦汁ってなんていうの、ずーっとあっこでさ、それであれや、シャワーでもあかんかった、シャワーしもあかんかったし、ヒゲ剃るの時も、せえねんけどな、私今回もう振り返ってみて、もうここまで、うん、来たらもう教授はある意味、うん、私らの癒しになってたんやなって癒しや癒し癒しになってて、もうな、出てきたらワクワクしたもん、教授今回は何見せてくれるんですかみたいな、だから教授の出番が少なかった時よ、え12話や、うん、そう、12話の出番が少なかった時、うん、なんかやっぱり妙に寂しになったやんか、うん、なんか話したいのに話すことないみたいな、そう、だけどもうあの時教授の神が降りてきたやん、そうやん、あのな、うん、他のドラマの嫁に拒まれてトイレで激白っていうあれが現れたやん、だから教授のおかげ、もうこれほぼなんか最終回のレビューっていうか、もうスペシャル動画みたいにめちゃめちゃ長く喋ってしまってるんやけどそう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 、だからもう教授は、うん、あの教授はね、切り抜き動画作りますもん、ほんまにな、ひろゆきじゃないけどひろゆきの切り抜き動画みたいに、はいはいはい、教授の切り抜き動画いるな、これはな、うん、作りますので、うんうん、もう今回はここでちょっと締めときますわ、はい、ね、はい、ありがとうございました教授もう10分経ってんねんけどなはい、で、はい、まあ次ね、ドンミ姉さんや、